はい、今回はですね、今をときめきまくってる日本代表にも関係のあるスーパースターを紹介しましょう。じゃじゃーん、アントニオ・ルディガーですよ。すごくない？カード貼ってんな。ローマ時代のカードだったんですね。ディフェンス17、スタミナが10以降か。まあ、まだ駆け出しの頃なんでね、能力がちょっと低めに設定されてますが、ローマにいたんやな。なんかそうやって考えたらさ、ローマってすぐ売却するよな、本当に。昔のローマ、今もそうなんか知らん、金ないからか知らんけどさ。だってさ、ルディが今レアルやで。レアルに行くような選手をさ、そんなさ、バン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 打ってさ、ほんとわけわからんやな、ローマな。本当に強くなる気があるんかなっていう感じやな。まあ今ね、モーリーニが来たからちょっとマシにはなってるけど、だからあそこは続かないんですよね。まあおそらくモーリーニがまたね、解任とか去ってしまったらまたカオスになると思うんでね。まあイタリア基本的にはそうなんかな。そういう、なんかそういうクラブやな。まあでもリュディガーもね、このローマの後に、チェルシーに行ってるよね。で、チェルシーでチャンピオンズリーグ取ったからね、クラブワールドカップと。プレミア多分取れなかったと思うんですけど。で、まさかまさかのレアルですからね。いや、すごいよね。で、今レアルでもね、中心でやってるし。まあおそらくね、もう今シーズン、リーグタイトルはレアルだと思うんですよね。またチャンピオンズリーグ取れるかどうか。まあそれぐらいかなと思うんですけど。まああとは言うてね、ドイツですから。ワールドカップでね、日本と戦いますよ。見て、センターの身長190やで。85キロ。こんなもん、古橋とか南野でどうにかなるレベルじゃないやん。力でねじ伏せられるで、マジで。いやー、ちょっと厳しいかな。センターばっかり、ルディガーとジューレかな、多分。で、あとなんかドルトムントに移籍したなんとかベックって言うの、なんとかシュローターベックやなんだか名前忘れちゃったけど、まああれもね、まあ駆け出しですけど、まだいますから。まあそういう点でちょっとね、ちょっと厳しいかな、さすがに。引き分けもないかな。リアルに 2-1 ぐらいで負けかな。1-0 もあるか、かもしれんけど。ちょっとしんどいよね。で、日本、ここに来て、怪我人続出でしょ。ね、マヤじゃねえわ。板倉浅野三笘もアウトでしょ。厳しいね。お手柔らかによろしくお願いします。